やっていきましょう。めっちゃ久しぶりやね。何ヶ月ぶりだろう。ねえ。ああ、まあいいや。ピリオさんにやってようと思ったら失敗しちゃったね。8月が最後じゃなかったっけ？今何月？あ、11月ですね。3ヶ月経っちゃった。結構動物逃げちゃったんじゃないかな。動物？うん。なんだろう、ジュンさんから手紙が来てる、読んでみましょう。あー、大したことなかった。ミランダ。チャスから。え、チャスが出てっちゃった。マジか。あと何か来てる？母がより。誰だお前。昔のポプーラ。あ、何これ、なんか来てる。ちょっと画面これ映さないと。はい。YouTube のポプーラへ1年が経ちました。実況パートいくつかな？再生回数は何回？今ほとんど一桁だよ。諦めずに無理なく実況やれよ。こんなの出したっけ？しかも9月だし。実況パートはあんま変わんないし、再生回数もあんまり伸びてないし、ほとんど一桁。そうだね。なんででしょうね。適当にやってるからですかね。まあ趣味でやってるっていう、あれですからね。お金稼ぎでやってどっかの誰かさんとは違うんで。まあそこは別に気にしてはないんですけど、ということで。じゃあ、おしゃべりとしながら実況していきましょう。動物の森といえば、やっぱりさ、最新ニュースあったよね。そう、スマートフォン版でね、ついに動物の森がプレイできるようになるんですね。10月の下旬だっけ？あたりに、はい、リリースされます。基本無料なんだよね。ダウンロードしたりするの。おう、じゅんくん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。ちょっと逃げないの。悪いけど、この間埋めてもらったタイムカプセル。え？何のことだろう。いや、動物の森のスマートフォン版が出てきたらね、やっぱりプレイしたいし、実況動画も出してみたいなと思うんですよ。iOS11 になってから、画面録画できるようになったじゃないですか。だからさ、実況は全然できるんですよ。だからね、なんかやりたいんだよね。でもあんまりちょっとできる暇がないかもしんない。最近忙しくてね、実況自体あんまりできてないところありますし。まあ、ぼちぼちやれたらいいなと思ってます。でもその頻度だと本当に1ヶ月に1回とか最低になっちゃったね。さすがスマートフォンは全然進歩しなくなっちゃうから、実況してない時でもプレイするって形にはもうなっちゃうけど。あとはなんかあるかな？あっち行ってみるか。なんか、キャンプ場で更新されてないかしら。よいしょ、よいしょ。いやいやいや、おお、めっちゃ久しぶりやん。大した変わってないね。なんか、配信キャンパー来てないかしら。来てないのか。じゃあ、いっか。しかしね、動物の森人気のはずなのにね。スポンサーつかないのかね。お、11時になりましたね。あ、10時だ。こうやってのんびり街歩くのもいいけど、でもなんかいろいろとほんと地面汚いよね。この花とかどうにかしたいな。何にもない方がいいかも。おー、チワス。久しぶり。ポプーラくんの幻？あ？本物じゃん。あんたどこ行ってたの？調査がしまったんだから、明確また会えてよかったよ。そうだね。おーおー、大丈夫？毎回見るとその服びっくりするよ、ほんと。今までどこに行ってたのさ。君のために取っておいたやつ、ちょうど昨日食べちゃったよ。何だったんだろうね、おやつ。その賞味期限を持つものだったかしら。カキフライもいいけど、たまにスッキリとフルーツが食べたいな。カキフライあんま好きじゃないんだよね。子供の頃はカキフライ食べてたんだけど、なんかね、食べなくなった。貝がね、苦手になっちゃって。なんで子供の頃食べてたんだろう。お、キノコじゃん、キノコ。
だとなんかないかな。宝石とかも全部売っ払っちゃうか。なんで地面に置いてんだろう。あとなんか今いらないもの持ってるかな。あー、なんか金鉱石とか持ってるね。あ、雑草だ。よし。そうだね。最近はまったりしすぎちゃってるところあるからね。そっか、ポケモンも、そうだけど、動物、妖怪ウォッチの方も実況が間もなく終わっちゃうそうな感じだから、新規って何か新しい実況したよね。うん、動物の森の方もなくなっちゃうそうな気がするけど、その時に合わせて。金鉱石なんか使えるんだっけ？この街道さんに渡すとうんちゃらって話を聞いたことあるんだけど。こんにちは。おお、やっぱり。あ、待って待って待って。ま、金鉱石何個持ってたっけ？あ、2個。確か金鉱石3個だよね。じゃあダメじゃん。じゃあ。だったらこのパソコントラック持ち主って本当？おお、いいね。実況でもすんのかしら。ちょっとマイクラでもやんの。じゃあここに何か置こう。何にしよっかな。これでいいや。よし、元の値の2倍までなったらお金ちゃんとね、あれ儲けられるんだよね。あとなんかあるかな。タヌキチの方とかどうなったっけ、ローンとか。お金貯まってんじゃないかな。ちょっと見てみる。チワチワ。あ、銀行で振り込まなきゃいけないんだっけ。あ、なこれ。うん、そっか、まだできないのね。なんだ、こんなの終わってないのにさ、実況終わるとか言ってるね。まだまだ全然じゃん。ローの方確かに全然やってないね。でっかくしたいよね、せっかくなら。で、今のお金ならできるじゃん。あ、期間限定の何か受け取れるかもね。ローン返済いくら今。34万8千円だったよ、これ。で、貯蓄は今いくら？嘘だろう。なんでそんなにあんのかな。なんで150万もあんのかな。絶対おかしいでしょ、これ。で、いくらだっけ？ 40 万ぐらいを下ろせばいいんだっけ？あ、今、そんな持てないか。おかしいね。オッケー。なあ、あと、もう一回同じことを繰り返せばいいのね。結構お金貯まってるね。やっぱり放置してるのもあるし。あ、チケット換金とかある。3000円。で、持ってるの60枚。めっちゃ持ってる。50枚ぐらいいらないんじゃない？あ、すげえ、15万円になる。兄さん、かっこいい。やったね。これでじゃあローン、返済できんじゃない？あれ？あ、銀行の方に振り込まれたのか。なんだよ。で、これでローンを支払っても130万残ってる。すごいね。オッケー。よかった。お家の布団全部くらい終わった。
やったね。次はどこを敷くしようか。どっちだっけ、左側の、あの、1階の左側の部屋の子は確かすごい狭くなかったっけ。広くしよっか。すいません、ポプレスドバドバ、落ちのローンでも払ってくれてありがとうございます。なんだ、沼いくらぐらい利益取ってんのかね。だってちゃんとね、あの工事会社の方とかにもお金渡してるんでしょ。それで残ったお金をさらに給料分と、まあ会社の経費とかに使ってて、この人になるんでしょ。今回のやつだといくらぐらい残るんだろうね。1、2万。それが理想だけど、10万ぐらい取られてたらちょっとね、トンカツで頭かち割りたいけど。うん、お部屋は広くしたい。やっぱ左だよね、1階の。49万8000。一気に高くなった。うん、まあいけるいける。一括また払えるよ。でもやっぱりお金足りなくなっちゃうね、まだ。もうちょっと増やした方がいいかね。はい、というわけで、じゃあちょっと短いですけども、今回はこんなところで終わります。いやー、スマートフォン版のね、やつが始まったら多分もうそっちにシフトしていくかもしれません。はい、というわけで本日はこんなところで終わります。ありがとうございました。